紹介したい商品はこちら。フィルターを通すことでゴミはここにキャッチされて、で綺麗な空気だけがエンジンの中に入っていって、少し銀色がかったようなちょっと強そうなフィルターがついてます。硬いフェルトみたいなこのフィルターで、ホコリを取っていくんじゃないかと思います。これデンソーさんのクリーンエアフィルターですね。ちょっと黒い、緑の中でも黒い感じのものが入ってると思うんですが、そんなに強くないですね。もうふにゃふにゃです。はい、それでは早速外していってみましょう。よし。で今ね、このセンサーの接続を外して、これを外して、ここちょっともう先に緩めてます。でこれもうこう広げるだけね。これね、これがエンジンのエアフィルターになります。これを外していきましょう。普通ね、これとこれがもうカパッとこう外れてしまって完全に取れるやつもあるんですけど、まあ僕のはなかなかこう、こう分けてね、こうやって取り出すしかなさそうです。そうしないでちゃんとしようと思ったら結構いろんなところを外さないといけないみたいです。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。これは汚いですね。これはひどい。はい、こちらすごい汚れてますね。こっちが新品で、こっちのもうフィルター見ると、かなり汚れてるのがわかります。でこっち新品、もうアップしたらこっちの気持ちいいのがすぐわかりますね。はい、絶対交換した方がいいと思います。ちなみに反対側、エンジン側ですが、さすがにこっち側が汚れてたら困りますよね。こう空気が抜けていく方なので。ただやっぱり新品の方と比較すると、明らかにちょっとくすぶってるのは分かりますね。はい、交換です。はい、それでは新品つけていきましょう。はい、ついてたね向きと全く同じ向きで、ここの間に入れていきます。結構なんか熱くなってる風の感じがしますが、うん、入る入る。皆さんの車はこんなんじゃなくて、もっとしっかりと箱がちゃんと開けられてね、でちゃんと入るのが理想だと思います。よし、一回ね、ここがしっかりとこっち側の方にこうゴムの方がどこか、無理な力がかかって噛んでないかどうかね、下はちょっと見えないですけど、まあ簡単に入れば噛んでないというふうに理解していいんじゃないかと思います。でね、こうやったらカパッといってる感じがしますよね。この2つで蓋を閉めて、最後ね、この
センサーのね、コネクタをつなげるのをしっかりと忘れないようにしましょう。まあ皆さんのもどっかついてると思いますよ。まあ僕のはこれがついてたので元の状態に戻していきます。で最後にちょっと最初に緩めてたこれを戻して終わりです。はいはい、これで取り付け終了。はい、それではこのグローブボックス内の、ね、いろんなのを取り外して、エアコンのフィルターを交換していきたいと思います。よいしょ。でこのグローブボックスのねこの蓋自体をちょっと取らないといけないのでこの横の引っ掛けを取りましょう。まあ、ゴムみたいになってる引っ掛け取ります。よいしょ。今映ってませんが左側の作業してます。よいしょ、横の引っ掛け取れました。はい、これで取れた。これでこっちもさっきと同じ要領で取って、はい、じゃーん、取れました。どうでしょう、ここね、ここの奥にエアコンのフィルターが入ってるのでこの引き出しを引き出しましょう。エアコンの、あ、取れた。上がなんか引っかかってるかな。あ、下も上もね引っかかってて、はい、引き出します。たたたた、どんくらい汚れてるでしょうか。まっすぐまっすぐ、あら、まあまあ汚れてますね。見えます？今回はその鳥のし、あ、鳥じゃなかった、虫の死骸とか、葉っぱとかそういうの入ってないですけど、ほんとまあまあ汚れてますよ。上ね、交換しましょう。はい、エアコンのフィルター、はい、こっち新品、こっち今外したばっかりのやつですね。この相当違うの分かります？これね、外したばっかりの時のこんなですよ。髪の毛はちょこっとあったりとか、なんですか、まあこのフィルター通った空気吸いたくないですよね。ほら、上上、はい、なのでまあこっちの新品のね、こっちの方に取り替えていきたいと思います。で、色が違うのは、だんだんこの色がねこっちの色に変わっていくというわけではありませんよね。これは多分製品の違いですね、メーカーの違いです。でこれをまあパッとこう取り出して、はい、取り出してね、簡単でしょね。これをこうやって取り外したこれの上にねこう乗せていくと、まあせっかくだからちょっとこの箱のね隅っこもちょっと汚いんですよ。これちょっと拭いておきますね。まあ適当にこれ拭いていきましょうね。おいいんじゃない、まあお掃除おすすめですね。で何よりも多分上がこう入ってくる方で、こう下側が綺麗な空気の通り道のはずなので、こっちが綺麗な方がいいですよね。まあ自分でするときぐらいしかねこのしないですよね。お店の人がここをねこうやって拭いてくれるとは思えない。良心的なところだったらしてくれるかもですね。向きをまあ考えて、はい、それでは新品をねはめていきましょう。で最初にねあった通り入れていきます。なんかこの端っこがふにゃふにゃしてるのがまあこの爪のある方ね。でこのちょっと固めになってるこのフェルトみたいなの入ってる方がこっちとこっちね、前後にいきます。まあ一つの波ぐらいをねこの引っ掛けに引っ掛けたいですよね。そしてフィルターを必ず通った空気が、ね、エアコンを通ってもらうと
そのために横はしっかりとぴっちりと入れておきましょう。まあこんな感じでしょうか。それでは元の通りね、戻していきたいと思います。はい、それでは戻していきましょう。はい、このままここの引き出しに戻していきます。カチッと言うまでね。カチじゃなくてゴツっていう感じでした。まあそんな感じですね。これで終わりで、あとは元に戻していくだけなので、まあなんか皆さんもこれできそうな感じがしてきませんでした。どうですか。こいつもね、ほんといつもね、どうやって余ってたんだろうって最後はめるとき思いますが、暗くて見えないな。あ、もうちょっと奥か。よいしょ。ね、あとね、奥がバキッと言ってほしいんですが、あれ、はい、こんな感じだと思います。まあ最終的にはこの子をね、足元をしっかりつけて、こんな感じ、こんな感じで取り付け終了です。どうだったでしょう。なんかできそうだなっていう感じしました。ぜひこの音がバキッとかいうのが怖くなければやっていただくといいかなと思います。空気がきれいになりますよ。はい、それでは改めて交換後のフィルターを持ってきてみました。ほら、上この空気吸えます。これ見た後これやっぱり汚かったですね。今見えてよかったです。でタンポポのなんか種みたいなのもちょこちょこついてますが、まあ、こんなに汚いのでぜひ、交換したこう記憶がない方は交換してみるというのもいいんじゃないでしょうか。こちらもちょっとまあまあ汚いですね。これちょっとまた広げてみます。上こんなエンジン守られてますね。上、うわー、やっぱりこう、これ皆さんこれだけ汚かったら交換したくなってきたでしょね。まあこの自分でね、これを交換したことがない人がほとんどだと思いますし、交換した記憶がある人も少ないんじゃないかと思います。なのでただだからといってみんな交換したことしてないわけではなくて、車検の時とかにまあ自動車工場の方もしくはディーラーの方が交換してくれてたりします。もちろんただじゃないですよ。なので車検証の入っているところにその車検の時の何ですか、こう見積もりというか明細がね書いてあるやつが あればそこをちょっとチェックしてみましょう。皆さんこう車検とかしたらね、パチッとこう明細書いたやつをパチッと閉じて、こうそれの車検証とかね入ってるのに、まあ同じところにね入れてたりするので、それで確認してみましょう。それがなかったらいつもお世話になってる車検を受けてるところに連絡して、そこでは必ずその明細はあるはずなので、そこでチェックしてみるといいんじゃないでしょうか。はい、でまあそういうふうに、このね、汚さを見てちょっと交換しようかなと思ってもらえたらいいかなと思いました。はい、それでは、長くなりましたが最後まで
ご視聴ありがとうございました。バイバイ。